なんだのこいつ <laughs> さあ第46話イイラから緑ドへなんでテンヤからデクへなんだろうデクからテンヤへならこう説得って形でわかるけれどもこのタイトルからするとテンヤがデクを見送るとかさ送り出す的な感じに見えるんだよね 行かないのかな天野は。あくまで。まあ、かっちゃんがね、ま、連れ去られてしまったから、友達として助けないとで。手が届くはずだったけれども、力不足でできなかった。その力をどうやって補うかなんだよね。前回も言ったけども。だ新装備をお願いするよりそんな時間ねえよな。冷静に考えたら。 グラントリーノが来てくれるとも思えんし子供たちでだ B 組そして普通科の星真相、まあ、真相能力最強やからね返事さえもらえれば操れるんだから、まあ、でもそうだね返事もらえなかったらダメなんだよね 能力の種がバレてしまえばそこがね結構他の子たちもさそういう能力あるじゃん1個封じられたらやばいみたいなだそこをちょっと補う的な能力じゃねえやえっ、ー、と道具が今後生まれてもおかしくないよねでマスキュラー捕まったけどマスキュラーも出てこないのかな一応能力はデクが上回ったしさ 今の大人派ねえっ、ー、とマウントレディージーニスとえっ、ー、とエンデバーあたり最近出てきてないからオールマイトと一緒に行くのかなうん手が届くはずだったでも手が 出なかった折れてたデクの棒になっちまったいやお前は頑張れって感じのデクやからうん今分かれてんだよねどっちの言うことも分かる みんな未熟だったね合宿したけど揺れてるねデクもいいだから緑屋へ直す時間も必要だしなうんのももさんは少なくとも 説得しないとねうんうんでんやうんとりあえず落ち着けうん冷静に話そううんうんうん 納得できる結論を出そう。うん、とりあえずみんな言ってみ。メロン。 世間の目もねやばいしねどうするやっぱ出くか、うんお医者さんああ、まあ、リカバリーガール来てくれたけどまだまだやばいよねやっと目が覚めたんだし 話した今晩あ天也はやっぱ送るのかあーそりゃそうだろうねうわっ 100万パーセントだものほうぐちゃぐちゃだったもん本当にんあリミッター出しちゃったのね だからこの時のさ梶場のバカ力がオールマイトとデクと同じなんだよねあん。身体えっ、え、やばくない やばいやんどうすんの今後やっぱサポートアイテムかフルガントレットちょうだいやべえてああこうた デクにとってのオールマイトなんだよね、コウタくんにとって。デクにとっても、コウタくんが。ああ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 の陰の。いんの <laughs> コウタくん。<laughs> うわぁ、コウタくんなあの攻撃によってね、デクがね。 行くんだ強めの治癒やったから体力もやばいだろうそりゃお母さんはそうよなああエンデヴァおうやっぱ協力するのかうんまあそうだよねああジニアスも来た そりゃそうだわタイトなシーンズ <laughs> まあ強いんだろうねエッジショットヴィラン連合に戦いを仕掛けるんだもんなギャングオルカあっあっグランドリーノも来るおおトラ まあトラとしてはねやらなきゃねあ森林カムイもあマウントレディもおおみんな来るかで子供たちはまた別で3人であまだそれも ああ、一緒に来た、まあ、ももさんは行かないかなとりあえず発信機をあて天やどう天やの気持ちは まああの時の中心は天野だったもんね。ああ、天野、そりゃそうだ。 いやそうですよもうすでに失ってんだもんうわーこりゃってんやいやいやいやって <laughs> <天也> <laughs> んやてんやうん 無理じゃねえ <laughs> おどうこうマジで 体がい,いや先に助けを求める顔してたうわいくんかいえこんなったっけおおマントレディー どういうい説得まあ,あまあまずはそういうなるわけねえだろうとうんまずはねもうそれだけじゃ終わらんだろうねいや霧島いい男やで天矢ももうみんななマジか天矢 いや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 わかるわかるわかるその気持ちそれだけの思いを天也があれだけのことをやるってことはなん <laughs> なのいやー無理だと思うなー やっぱ戦闘やろが、うん、作ったのね日本地図じゃない今の 無理無理, <laughs> 無理,無理 <laughs> ああそんな離れてんの神奈川県あだいぶかかるねうん伝えてはいる <laughs> まあ確かにそれは思うだろうけどはっちゃんは自分でどうにかするうんどう転ぶか分からんね全く。 でヒーローロを貫く大丈夫か、うん。戦いの行方的にも救える命的にも世間的にもどういくかね。 ほんとにうんうん有名人ですからねダメだこれ何ドンキー変装は <laughs> ちょっと似合ってる <laughs> えっ、ー、えー

<laughs> 全力すぎな <laughs> にワクワクしてんのなその通りよドンキー入りたかっただけやろ <laughs> あまったくえ何あっあっ会見あっ久先生って分かんなかったわ <laughs> そのひげ取って笑っちゃう <laughs> 真面目なシーン <laughs> うんああそうだねやべえ メディアが完全に酔いをつるし上げてるね晒し物にしようとやべえ世論が何も知らずに平和を謳歌してるってね言ってたけどトムラも。 やべえこれをまねらってたねほんとな難しいなヒーローって。 言っ、うん、てたね「真のヒーローじゃない」 力ある方勝つ方強い方に組みしないかってことええー、あまあ頭は回るからねかっちゃんバカじゃないからね。 狙ってきてきよね見込んだ、うん、まあトガちゃんもね生きにくい <laughs> あああ,あバカだった <laughs> バカだった <laughs> 最後には絶対かつオールマイトへの正義のあ平和の象徴への信頼と憧れああオリジンねで全部オールマイトだとトムラもんなんかトムラやばそうやで。 ん爆発すじゃねえの <laughs> か過去編かなトンバラの過去が刺激されちゃったか久々感触を起こすんじゃねえのとりあえずかっちゃんはうんまあ大丈夫いやでもそこをじゃあどうにかするってこと オールマイトをやっぱ狙って、それを見せつける、負ける正義を、完膚なきまでにぶっ潰す。そうしたときに初めてかっちゃんが、揺らぐえー、えー、どんなんだろうどっちが先につく 2時間で作っていってたよねあいやいやついたんだよなついてまあ、あとは行くだけだよなデクたち大人たちは今どこえー、<laughs> どうなんだろうしかしあの相沢先生誰だか分からなかったね <laughs> イレイザーヘッドでしっかり出てたね名札がね あそのまま行くんだあ、ノームのやっぱ別のとこだねはいというわけで今回はえっ、ー、とヒロアカの第46話、えー、飯田からミドラへ見ていきましたけれどもまあ天やからデクへええーまあ、言葉とパンチと <laughs> いやあのね真面目一辺倒の天やがそこまでしたってことはそれだけの思いがあったってことやから。 いやー、どう転ぶかね。世間、世論は完全にもうヒーローを疑い出しちゃっている遊泳を。信頼が地に落ち始めているから、ここで切り切り取り返すか、もう完全に落ちてしまうのか、一度は。で、オールマイトたちの動きがどう働くのかね。じゃあ、一応、えっと、デクたちはムの生産工場に行くんだね。じゃあ、別のとこだ。かっちゃんとはまだ合流できないね。で、えっと、 えー、トムラが、まあ、過去と向き合うじゃないけれども、まあ、ちょっと語られるお父さんのこと揺よ出るのか、まあ、手だけ多分残ったんだよね突然多分普通に静かに幸せに暮らしてたのに何も知らずに、えーまあ、ヒーローも来ず突然奪われてまあちょっと。 <laughs> はいというわけで、えー、今日のカズママックスのミュージシャンでございましたので次回、えー、第47話「オール・フォー・ワン」でお会いしましょうじゃあね